おはようございます。今朝の9時です。今日はですね、格闘家が普段どんな一日を過ごしているのかを一日密着で撮っていきたいと思います。まず朝起きたら、体重チェックからです。はい、67.2kg です。試合まであと 4kg ちょっとです。頑張ります。じゃあこれから朝食、昼食、朝昼結構大体一緒なんで、練習前にパワー作って、簡単なもんなんですけど、ブロッコリーと卵とあと胸肉。減量中食べるものなんて簡単なもんばっかなんですよ。とりあえずタンパク質多めにと野菜もちょこっととか。白米は多分最後らへんまで食べますよ。やっぱ結構最後まで動くから動けなくなっちゃうんですよね、炭水化物抜いちゃうと。昼ご飯なんてこんなもんっすよ。俺低温調理でもうできてるんで、これはこのまま切って入れてポン酢で味付けして終わりです。いただきます。いや、テレビマジ見ないです。まあ、たまに録画で撮っとくんですけど、ネットフリックスとか適当につけて面白そうだったら見るって感じです。いつもでもネットフリックス開くんですけど、パラってこういろいろ見て結局何も決まんなくてとか、しょっちゅうそんなことやってます。これから今日はまずフィジカルトレーニングからスタートなんで、行ってきます。渋滞やばかったっすよ、マジで。こんなかからんぞ、本当に。最悪、その1時間もかかんない運転をなんで2時間やねんしてる。めっちゃかっこいいんだけど。ありがとうございます。あ、じゃあ話してもらいます。お願いします。すいません、ありがとうございます。かっこいいっすよ。めっちゃかっこいいんだけど。かっこいいっすよ。やば、ありがとうございます。ちょっと話してもらいます。お願いします。やば、みんなまだベルト巻いてるってのがいい。これぐらいは。ここ最近のポスターで一番かっこいい。すごいな。このままボクシングジム行って、まあ、ボクシング技術今上げてもらってるんで、ボクシング終わってまた戻って練習。金曜がすごい一番ハードなんですよ。毎週ですか？もう毎週金曜日はこんな感じです、ね。普段プロ練がてっぺんだと2時からあるじゃないですか。今日昼からフィジカルだからちょっと出れないんで、まあ、夜行ってるんですけど、この分他で練習して、昔だったらとにかく追い込んで追い込んでっていう練習だったんですけど、うん、最近ちょっと技術面上げるためにそういう練習をなんか取り入れてるんです。
多分前の動画見てくれてる人分かるんですけど、リブートボクシングジムで前スパーリングして以来普段練習させてもらってるんですよ。今からボクシング練習しています。お疲れ様でした。まだ続きますよ。これから千葉に戻ってテッペンジム行きます。今日最後の練習です。いや、やっぱ違うっすよね。キックのジムじゃあそこまで襲われないっすもん。めちゃくちゃためになるんで。なんかボクシングジム結構行くじゃないですか選手。僕はあそこのジムのトレーナーが自分に合ってるからすごいいいなと思います。ちょっとまだまだ頑張ります。この後またてっぺんジムで練習あるんで、合間にコンビニでおにぎり2つとウィーダーゼリーを買ってきました。今日はもう移動時間でしかこうやってしか食事取れないんで、これでもう一回エネルギーつけて頑張ります。Yes!
every day we make it flat. いやようやく今日の一日の練習が終わりました。もうあとは帰って、今日3部練なんで洗濯物がめちゃくちゃ多いんで、洗濯してご飯食べて寝ます。いや今日は1週間の中で一番格闘技してる一日です。この調子であと残りの数日練習頑張っていくんで、あの10月11日の試合は、僕が優勝するところを見に来てください。お願いします。